どうもお疲れ様でございます。舞姫大学でございます。ナミさん、今回はですね、個別のメッセージの返信になりますけども、まあ、あの私もね、借金に関しましてはね、ナミさんと同じ気持ちなんですよね。で、特に、費用がかかるものであれば、かかるものであるほど、かける方向に私はね、持っていこうかと思います。もちろん、収入がないときっていうのは、価格優先で、何でもね、安いところ一番にしていたんですけども、 その結果私はお金が一番なかった30代でこの深い信頼関係を築けなかったんですよね。いつでも安いところ、いつでも安いところっていうふうに、例えば車。車など車検や修理をその度その度に一番安いところにお願いした結果、やっぱりね、点検してくださる方とか、その、まあ、車のね、えー、工場の方とかね、やっぱり付き合いがすごく短くなっちゃって、 で安さを追求するお客さんとやっぱりね長くは付き合ってもらえないんですよねというのがあこの工場の方の立場になればこの人は安いところを見つけたらまたどっか行っちゃうだろうなと思う、まあ、そうなると一番最安値で提供しなければならないところにやっぱりね無理が来るわけなんですよねで今私はね あの楽天車検で一番安いところを見つける方法っていうのはニーズがありますんでお知らせし続けてねそれを利用していただくっていうこともありますけどもでも自分自身はどうなのかっていうと例えばあのトランザムはナイトライダー仕様ですけどもそれを作ってくれた埼玉の工場まで高い費をかけて陸送費をね往復で40万ぐらいかけてでもそこにお願いするようにしてるんですよ。 でそうすると、最も安心で、最も細かいところまで見てもらえるんですよね。それこそ私が頼んでないところまで、やっときました。ここも見ときました。次回はこういうふうにやりましょう。みたいな感じでね。本当に作った方が隅々まで理解してくださるんで、自分の車のように見てくれるんですよね。それは一番ありがたいことであり、まあ、特に旧車を乗る私としてはね、まあ、これはもう欠かせないかなってところです。で、えー、もう一つ。 普段乗りのベルファイヤーとそのセルシオなんですけどもこれはね中古車で買ったんですけどもこれもね埼玉から取り寄せたんですよで、えー、その埼玉の関係の工場にお願いすることもできるんですけどもこちらの方はですね私の、えー、中学の頃の先輩が自動車屋さんをやってましてねここで全て車のことをできるんですよでそこにお願いしてで私はもう多少ね その先輩が儲けるためだったら、全然ぼったくられてもいいやみたいな感じで、もう信用し出してるんですよね。そうすると、あの、まあ、明細送られてくるんですけども、私の無理ない支払いの額、あの範囲でね、細かいところまでやってくださいますんで、やっぱり、その中古車をね、特に10万キロ超えた車を中古車で私の場合は買いますんで、消耗品をこまめに変えてもらいたいんですよ。で、そういった意味でものすごく、 安心ししてて信頼でできるるととこころにお願いいかなというところですもちろん町工場なんですけども、だけども、腕は、ねえー、一流ですし、うん、それからまあ、いつも同じ車を見てもらってますんでね。うん、で、工場の方にも車のカルテが載ってますんで、車検のたんびとか修理のたんびに、えー、本当に詳しくなってもらえるっていうところで、私の考え方としては、主治医なんですよね。だから、楽天、カー車検で、 いつも同じところが見つかるんだったらいいと思います、それは。ただ、ガソリンスタンドの場合ね、楽天カー車券で見つかるのガソリンスタンドなんですよ。ガソリンスタンドの場合、この転勤が多いんですよね。もちろん個人商店みたいな、ほんと個人まりとしたところで、家族でやってる目安みたいなところは転勤はありえないんですけども、今やっぱりね、エネオスグループとかでも、あの定期的にそこの、何ですかね、サービスマンっていうのが変わっちゃうんですよね。うん、それこそ全従業員が変わっちゃいますんで、 うん、まあ私もそのガソリンを入れる時にねそのショップの方とガソリンスタンドのエネオスの方とね仲良くなりはするんですけどもえまた変わったのみたいな感じなんですよねでそうなるとやっぱり自分の車を同じ人に見てもらえないっていうところがありますんで主治医とはなりえないかなっていうところですもちろんエネオスっていう大きなグループという主治医っていう見方もあるんですけどもね、うん、やっぱりまあユーザーとしてはね 1> 1割増し2割増しであってもそれこそ2倍3倍費用がかからなければ多少多めに払ってでも安心した車我が愛車これを見てもらいたいですよね。はい、ということでございましたナミさんありがとうございますお疲れ様です。<laughs>